はい、というわけで今回は埼玉スヒートベアーズ、今年から入団しました吉典選手に来ていただいてます。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。いや、僕見てましたから、テレビで僕も仙台育英で投げてる、あれは見てましたから。言われますね、やっぱね。やっぱそうですよね。高校時代の結構印象が強いのか分かんないですけど。いや、めちゃめちゃ強いです。だからチームの若い子とかも、なんか YouTube で見ましたと言うんですけど、はい、絶対物心ついてないんだよ。確かにそうですよね。僕今年30なんですけど、はい、今年2です。マックス161、はい、キロを投げてるじゃないですか、はい、あれってなんか自分で、あ、今日行くわってあるんですか。あった、積みるためっていうアプリがあるんですよ。いや、ただ一生懸命投げたらいっちゃったみたいな感覚なのか、はい、なんかこう球速をこういったから練習で見るじゃないですか。はい、161投げるためにこうとかなんかそういうのってどうかな。でもあの当時は、はい、結構その161キロ出た日というか、はい、その前の試合ぐらいからどんどんこうスピード上がってて、はい、でなんかのテレビのインタビューかなんかで、はい、なんか出します的な宣言をしてたんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですか。なんか160キロ狙いますみたいな、はい、そのインタビュー終わった後ぐらいの試合で本当に出たんで、はい、びっくりしたんですけど、手応えというか、あそこまで来て、まあ、自分でもびっくりしますし、はいはいはい、なんか指先の感覚とかもなんかもう、ね、次元を超えてるんで、あれですけど、正直なんかあの、まあ、高校生の人も見てるんですけど、高校生で成長期じゃないですか。で、その体で強く135とか140とか投げる子って、だって球上に行くと思うんですよ、はい、そういう時ってありましたね。どっちかって、上ずるってよりかは、引っ掛ける方が多かった。はい、引っ掛ける方が多かった。こうなんか悩み相談とか、僕なんかで来るんですけど、やっぱりこう、球速くなってるにつれて、球が上に行っちゃって、コントロールがないです、どうしたらいいですかって言われるんですけど、まあ、答えられないです、分からないと。そうかな、僕でも高めにこう上ずるっていうか、こう抜けてる時っていうのはあんまりどっちかって調子良くないかなと思う。調子良くない時、はい、で逆に引っ掛けてる時っていうのはタイミングが合ってないだけで、はい、結構紙一重っていうか、あ、それだけこうボール引っ張ってこれてるっていう。じゃあいい、そうですね、僕はそう捉えてるんですけど、さすがにね、あのキャッチャーの全然前のところでこうあんまするようだったら意味ないですけど。今あの、まあ、フィードベアーズに来られて、はい、MPB 復帰っていうのも一番にやっぱ、ね、置いていると思うんですけど、はい、自分自身どうすれば狙えるかなってことってありますか。とにかくこの BC リーグにこう飛び込んできたっていうのは、はい、その NPB に復帰するっていう目標があるからこそその決断をしたわけで、そうですね、でもその目標の中でもやっぱり単純に野球を続けたいっていうところがあった。あ、なるほど。でもその中でね、 NPB 復帰っていうのはなかなか簡単なことではないと思うんですけど、どちらかというと僕がどうのこうのっていうかは周りが評価してくださっていくことなんで、はい、あんまりなんか自分でこう意識してこうするっていうのはない。あ、セルジン選手と2年目の中なんですけど、はい、吉田さん、エグいっす、マジやべえっす、はい、ってこうなんかどんどん速くなってますって言ったんですけど、やっぱ最初ってやっぱ調子良くなかったですか。最初オープン戦の時は結構打たれることもあって、はいはい、でスピード自体もそこまで出てなかったんですよ、はいはい、僕もそこは正直不安視してて、はい、体の状態的には特に悪いところもないですし、はい、体が元気なのにスピードは出ないし、はい、打たれるしって感じだったので、はい、まあでも開幕したら、まあ、アドレナリンだったりとか、はい、気持ちの変化がちょっと変わるかなと思ってて、はい、まあでも開幕戦をなんかいい形で終えられたかな、はい、まあそこの波に乗ってて勢いに乗って今ここまで来れてるって、はい、いやもう吉田さんのおかげで今もうフェアで1位じゃないですか今。そうですね、おかげでって言ったんですけど、でも僕もなんかすごい本当に助けられてるんで、はいはいはい、でも若いですし、はい、結構やっぱジェネレーションギャップはありますか。特にないですか、話についていけないとか。まあでもさすがに高卒の子たちはやっぱり一回り以上と年違いで、そうですよね、話がたまに噛み合わない時あるんですけど僕平成元年。あ、元年じゃないでした。元年テレビでずっと見てたから体が小さい小さいっていう風にやっぱりイメージを持ってて、今日初めてお会いしためちゃくちゃでかくてびっくりして。身長はそうですね、そこまでないかな。そのお肉がやっぱり肉ですよ。いや筋肉がお肉から言うてない。いや本当にそのお肉なんで厚みが気痩せするタイプですこのお肉と違うのが、いやそう、厚みがこことかこっちの厚みがなるべくこういう大きめのね T シャツ着てこうするわけですね。流行りです、流行りです、最近の選手。手も小さい。いやもう多分大きくなってそんなにそこまではちょい比べてみていいですか。でもそんなに大きいじゃないですか。でもちょっとだよ、ちょっと、いや160です、これが。え、あの
フォークももうこうこうこう取って普通に、いやスプリット系です。で昔でもずーっとこうやってボール挟んで芝居いました。だからこう右と左でもこうやって、すごい本当だ、すごい、こうやって分かる。一般成人男性のチョキこのぐらいだから、ほらほらマジっすか、全然違う。まあ、っていうことで僕フォークボールあんまり意識してないんですけどいや、まっすぐやっぱ甲子園のまっすぐが良かったイメージはやっぱ、やっぱケツですか。ケツは大事だと思いますね。ちょっとケツ触りたがりなんですけど、はい、いやいや、やっぱ触らせていただかない。ケツ変な動画見たすっそうっすね。ケツはなんか結構昔からすごいよ、抑えと言われてはいましたけど、いやすごいっす、マジでこのケツは面白いよ、このケツ使ってますこれはでも熟女、熟女のお尻なんだよ、熟女のお尻なんだよ、熟女ってなんだよ。やっぱあの球速速くなるにはランニングですか、ダッシュですか、ウェイトですか、結構分かれますよね。いろんな意見があると思うんですけど、でもいろいろやってきましたね、やっぱウェイトをガンガンやる時もあったし、スパッとこうやめた時期もあったし、本当に40ぐらいのベンチでもプルプルっていうぐらいのじゃあ同じです、じゃあ同じタイプです。さっきね、あのメディシンやってる方々もやっぱ体幹がとってもっていう話したけど、やっぱそっちの方が大事なんですかね。そうですね、そのなんか瞬発系というか、もう本当一瞬のこのパワーの力ですもんね。そうです、大事なのって。まあ肩壊してるんで、はい、頑張って132とか出るんじゃないですけど、やっぱ今もやっぱベテランの選手たちって球速落ちてくじゃないですか、はい、その中で組み立てだったり変化球とのコンビネーションで抑えてるじゃないですか。まだ吉田選手はまっすぐでこうガンガン押していきたいタイプですね。スピードが出るうちはやっぱりそれを押していきたいし、まあ、かといって変化球を多く持ってるわけじゃないんで、やっぱりストレートでどんどん押していきながら、はい、その中でこうかわしたり落としたりっていうようなコンビネーションにはなるので、160は無理です。で今あのやっぱ、はい、多くないですか、プロの選手で増えてますよね。165とか投げるしじゃないですか、ね、練習のなんかメニューがやっぱ時代によって、いやもう進化してると思います。だからこういう動画配信みたいなのがやっぱ増えてきて、はいはい、それをなんかいろんなこう情報量がやっぱ多くなったっていうのが一番の理由じゃないかなと僕は思ってます。なるほど。吉野さんは YouTube 見られるんですか。今見ますよ、見てます、見ますけど、だから僕がその高校の高校野球やってる時ってそこまで情報量がなかったので、ね、全略プロフィールとかミクシーとかそんなもんですよねジャンルが違うのよ。あの頃あったらどうなってたのかなとか、そう思いますよね。そうですよね、まあ、考えますね。そうですよね。最近だと僕はこうジャンプ系のトレーニング、まあ、お尻を使ったはい、はい、トレーニング、シンプルに本当、まあ、スクワットジャンプっていうか、こういうジャンプする抱え込みではなくて、じゃなくての試合前に入れたりとか、まあ、結構するんですけど、これをやっとけば速くなるっていうのは正直あんまりなくて、もういろんな練習をもう一生懸命やってくださいっていう、もう感じですよね。でも本当にあの視聴者の 60% ぐらいが18歳から35歳とか、はい、多分同じ年かちょっと下ぐらいなんですよ、はい、なんでめちゃめちゃ多分見てる方喜んでると思います。いやもう、はい、あんまりいいアドバイス、僕はお尻触らせていただいたんで、ずるいな、ずるいな、ずるいな、俺も触れよ。あ、いや大丈夫大丈夫、違う、質が違うんで、質が違うんで、そりゃそうだけど、本当にもうあの NPB してほしいんで、はい、ちょうどいいんで、怪我なんて、はい、頑張ってきます。ありがとうございました。はい、というわけで今回吉野さんに来ていただきました。この動画いいなと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではよろしく、よろしくお願いします。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、 OK、 この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に横から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人行くか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、登録しておいてもらえればいいかなと思います、はい、そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブ
夫なので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で源田モデル7式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。I'm not afraid to die.